頑張るわね。任せておいて。なんだかテンション高いな。実はね、フィールドを探索してたらすごく綺麗な湖を見つけたんだ。周りにモンスターもいないし、すごく素敵な感じなんだよ。だからみんなで遊びに行けないかなって。そうだな、たまには攻略以外で出かけるのもいいかもしれない。だよね。早速みんなにメッセージを飛ばしてみよう。ここだよ。めちゃめちゃ広いわね。こんなところに湖があったなんて。全然知らなかったよ。さすがフィリアだね。フィリア、連れてきてくれてありがとう。うん、みんなが喜んでくれてよかったよ。いやー、クラインとエギルは残念だったわね。私たちの水着姿が見られないなんて。そうだな、特にクラインなんか仕事休んでまで来ようとしてたけど。そこまで必死になられるのもちょっと。それじゃ早速入るか。ちょっと待ったねえキリト。ん？なんだ？ VR 世界の中なんだから準備運動はいらないだろ。そうじゃなくて、一応見張りを立てた方がいいんじゃない？今はモンスターがいないけど、ここはフィールドだからいつモンスターが襲ってきてもおかしくないわ。そっか、確かに。分かった、俺が見張ってるよ。みんなで入ってきてくれ。え、本当にいいの？ああ、俺は湖に足でもつけて楽しんでるよ。さすがキリト、これで心置きなく水浴びができるわね。キリト君、途中で見張り変わろうか？見てるだけじゃつまらないでしょ。いや構わないさ、アスナは楽しんできてくれ。そうよ、キリトは別の楽しみがあるでしょ。別のって？水着見放題じゃない。は？キリトさん、そんなつもりだったんですか？わあ、お兄ちゃん変態。な、すぐ、俺が言ったんじゃないぞ、シノンが勝手に。まあまあ、それも見張りの特権だよ。それより早速入ろう。そうね、でもその前に。ほら、なんであんた隠れてんのよ。さっきまでは普通に一緒にいたのに。ちょっと引っ張らないで。ついて。レインちゃん、どうして隠れたの？なんだか水着に着替えたら急に恥ずかしくなって。え、なんで？別に恥ずかしがることないと思うけどな。スタイルの差が歴然として。あ、胸のこと？なんだ、そんなことか。ふう、気にする必要ないわよ。シリカなんてすでに諦めの境地に入って。ないです、諦めてるわけじゃありませんよ。それじゃあ一番乗り。ほんと、でも気持ちいいね。水がすっごく綺麗ですね。飲んでも大丈夫かな？もうピナは飲んでるわよ。美味しいって言ってます。この湖結構深いみたい。泳げそうじゃない？なんだか競争したい気分ね。みんなで泳ぐの？うん、面白そうじゃない。それじゃあ水泳大会しましょう。水泳大会ですか？こういうのって久しぶりだな。今じゃなかなかやる機会ないもんね。私は初めてだよ。楽しみだな。みんな楽しそうだな。
まさか本当に見張りの役目を果たすことになるとは。そこにいるやつ出てこい。え、本当に覗き魔がいたんですか。誰が覗き魔よ。セブン、なんでこんなところに。それはこっちのセリフよ。せっかく穴場の湖を見つけたから一人で満喫しようと思ってたのに。またシャムロックの奴らを振り切ってきたのな。あなたたちがいるならもう帰るわ。何事も先着順だからね。セブンちゃん、ちょっと待って。せっかく来たんだし。え、そうよ、今からちょうど水泳大会を開催するところなの。あんたも加わりなさい。あ、はいはい、私いいこと思いついた。一等の明暗ね。そうすればみんな気合も入るんじゃない。ふう、そうね。キリト君を振り回せるのは悪くないかも。ちょっとみんな、キリト君を勝手に商品にするのは良くないと思うよ。とか言ってキリトが誰かのものになるのが嫌なだけだったりして。それならアスナちゃんが1位になればいいんじゃないかな。そうしたら誰かのものにならずに済みますね。いいわ、私泳ぎには自信があるの。アスナもやる気になってしまった。もう止めて。アスナも承諾したところで早速始めましょうか。私棄権したいんだけど。へえ、意外だね。リーガは真っ先に参加すると思ってたよ。お兄ちゃんがかかってるのに。う、その今日はやめとこうかな。単純に泳げないのね。はい。それではライバルが一人減ったところで今度こそ始めるわよ。第一コース、リズベット。優勝してみせるわ。第2コース、アスナ。絶対に負けられないわ。第3コース、シリカ。負けません。第4コース、ストレア。優勝してキリトを独り占めするんだ。第5コース、シノン。商品はどうでもいいけど負けるのはごめんだわ。第6コース、フィリア。泳ぎは割と得意だから優勝を目指して頑張るぞ。第7コース、セブン。私には秘策があるからね。第8コース、レイン。泳げるかな、自信ないな。第9コース、ユイ。はい、頑張ります。第10コース、ユウキ。勝負となったら負けられないね。キリトは僕のものにするよ。そしてお兄ちゃんと私は審判ね。スキルや魔法の使用は禁止。湖の端からスタートして真ん中にある岩でターン。それじゃあ位置について、よーい、一斉にスタートしました。最初に前に出たのはアスナか。さすがウンディーネだな。ウンディーネは一番水中活動に長けた種族。このまま一気に引き離すわ。まだまだ。おい、なかなか進まないよ。胸が大きいのが肌となりましたね。お先に行かせていただきます。わあ、シリカは早いね。なんか純粋に喜べない。しかし今回に限ってはチャンスなんです。アスナ、待ちなさい。そんなこと言っても待つわけ。うわあ、キアビリズ、水着の紐引っ張らないでよ。結び直さないと見えちゃうわよ。やだなんてね、本当に紐が緩むわけないでしょ。それじゃお先。リズのバカ。うわあ、溺れる。おかしいわ、みんなからだんだん引き離されてる。
の際を使っても追いつけないなんて、どうして？みんな遅れてるからチャンスね。そこにある岩でターンすれば、あ、どうしたの、フィリア？なんだろう、これ。何か吸盤みたいなのがついてるんだけど。吸盤？フィリア、それは掴んじゃダメ。え？もう掴んじゃ。地震？あ、湖の底に何かいます。巨大なタコ型モンスター。やー、タコの足が絡みついて。やだ、離して。やー、もう絡みついたらダメだよ。この離れなさいよ。私に絡みつくなんて。セブン、早く武器を。これじゃ装備できない。タコさん、来ないでください。兄ちゃん、危ない。ママ、どうしよう。お兄ちゃん、あっという間にみんなタコの足に捕まっちゃったよ。早く助けるぞ。タコの足はすでにみんなに絡みついてるから使えないはずだ。それじゃあ頭を狙って一気に片付けるね。はぁー、リーファさん、正面から攻撃してはダメです。え、あぁー、目が。すぐ、大丈夫か。大丈夫だけど、炭で前が。くそ、すぐにやられたか。皆さんを救えるのはパパしかいません。あのモンスターの資格は後頭部です。わかった。くぅ、さすがパパ、やりました。はあ、やれやれ。ありがとう、キリト君。死ぬかと思った。巻きついてくる感覚、ほんと散々だったわね。あのタコ、許さない。シャムロックの全勢力を持って叩き潰さないと。もうキリトが倒しちゃったわよ。あれって湖の主だったのかな。あ、いろいろあったけど楽しかったね。どこがですか。私なんて全身炭まみれで最悪でしたよ。ああ、もう少しで私がキリトを独り占めできたのに。こうして水泳大会は波乱の展開で幕を閉じた。みんなには悪いけど、心の奥で俺はほっとしていた。優勝決まらなくてよかったな。飛び上がるほどのことじゃないだろう。それは慣れてないから。まあ、いつも隠れてたらそうなるか。うん、
どうしたんだ？向こうから走ってくるのって。あ、やっと見つけた。セブン。ああ、キリト君、せっかく会ったからお茶でもしたいところなんだけど、今回ばかりはごめんね。ん？どういうことだ？お姉ちゃん、今すぐ一緒に来て。私？おい、一体どこに連れて行くつもりなんだ？それは行けばわかるわ。説明してる暇もないくらい時間が迫ってるの。とりあえずついてきてちょうだい。俺も行っていいか？なんだか気になる。そうね、うん、ついでにキリト君も一緒に来て。そうか。セブン、引っ張らないで。早く、もたもたしないでちょうだい。はい、これ持って。これはマイクに決まってるでしょ。プレイヤーメイドだからすごく高いの。くれぐれも壊さないようにね。もしかしてライブに出ろってこと？もしかしなくても、それ以外に何があるの？私がライブに？無理だよ。大丈夫よ、お姉ちゃんの容姿ならステージ映え間違いなしよ。そういう問題じゃなくて、歌のこと？でもそれならこの前歌えるって言ってたわよね。確かに歌えるけど。もしかして緊張してるの？まあ、いきなりこんな広いステージ、しかも ALO 中で中継されるって聞いたら。それじゃあこれならどう？仮面？これがあれば緊張も紛れるでしょ。本当は堂々と登場してもらって、姉妹ユニットですって。森、お姉ちゃん、シャムロックとはいろいろあったしね。余計な混乱を生まないためにも、今はまだ顔は隠した方がいいかもね。今はって。でもあれ、心配しないで。ちょっとくらいヘマしても私がフォローしてあげるから。うん。それじゃあステージに出るわよ。セブンにここで待ってろって言われたけど、ステージの最前列って、さっきからセブンのファン、クラスターだっけ。そりゃそうだよな、いきなり黒ずくめのやつがこんな。ようやく始まるみたいだな。みんな、今日はセブンのライブに来てくれてありがとう。会場が揺れてる。セブンの人気は相変わらずすごいな。セブンちゃん、こ今日も可愛いよ。いつもとは一味違ったライブをお届けするわ。それじゃステージに上がって。はい。あれはレイ。仮面をつけていて顔は見えないけど、レインに間違いない。レインだけステージ裏に連れて行かれたけど、まさかライブに出演させるとは。この子とコラボしたスペシャルバージョンよ。ミュージック。あの子誰なんだろうな、顔隠しててわかんないけどさ。結構歌うまくね？セブンちゃんの歌声とも合ってるよな。周りのセブンクラスターが口々にレインのことを褒めてる。レインへのバッシングや暴動は起きていないみたいだ。とりあえずよかった、いい歌だな。せっかくセブンが招待してくれたんだ、楽しませてもらおう。みんな、今日は私たちの歌を聴いてくれてありがとう。やっぱりライブはいいわね。みんなの心が一つになってるの肌で感じられるもの。それにお姉ちゃんとの共演とても楽しかった。突然だったのにありがとね。こちらこそありがとう。セブン、レイン、キリト君、私たちのステージちゃんと見てた？あなたに用意した最前列、そ
装とプレミアついてたみたいよ。ああ、ちゃんと見てたさ。すごく良かったよ。当然よ、楽しんでもらえたなら良かったわ。でもなんでいきなりレインをライブに出したんだ？常に新しいライブを提供するのがクラスタの心を離さない要素の一つだから。というのは口実、純粋にお姉ちゃんと同じステージに立ってみたかったのよ。私別にアイドルでもないのに。そこは直感で、お姉ちゃんなら絶対にできると思ったから。実際クラスタがあんなに盛り上がるパフォーマンスができてたじゃない。 あれはセブンがフォローしてくれたから。もうもっと自信持って。今日のお姉ちゃんは本物のアイドルになってたよ。お姉ちゃんにその気があればまたコラボイベント開催するからね、セブン。それじゃあ、私はこの後も予定が詰まってるし、これで失礼するわ。またね。行ってしまった。どうした？本物のアイドルか。あの子にはまだ、キリト君、私ね、セブンと同じステージに立って、私、絶対に、セブンにも負けないくらいのアイドルになる。今度ステージに立つときは、セブンに招かれる立場じゃなくて、対等の立場で歌を歌いたい。レイン。その夢が叶ったときは、ま、ああ、もちろん。そのときは仲間みんなで見に行くよ。ありがと何か買うのか。他の品も見ていってくれよな。マイダリー、マイダリー。他の品も見ていってくれよな。また。用事があったら寄れよな。